こんにちは、シュウです。本日極限の闘技場に新しく来た玉蔵を使ってやっていきたいなと思います。で、フレンドは剣心ですね。なんか玉蔵と剣心相性いいみたいなんで、まあ玉蔵じゃなくて玉蔵剣心使ってやっていきたいなと思います。覚醒バッジは封印ですね。このパーティー封印 100% ないんですけど、まあこれあれば 100% になると思います。じゃあ挑戦します。どんな感じなんだろう、初めて使うな。とりあえず色がない。剣心使っちゃおうか。剣心使って防護を組めばきっと倒せるんじゃないかな。ああ、100万ぐらい火力出てんだ。 HP 高いね。結構高いで、スキブが少ないのか。このパーティーほとんど溜まってないな。で、回復消しちゃおうか。おお、いいね。ここは55でいけるかな。相手水っていうのもあって厳しいかな。一回55で殴ってみます。ゴリ押しで持ってこよう。あ、そうか、コンボ吸収あるのか。1,2,3,4,5 OK。 あ、いいね。火の落ち込みきたんで、これは確実にいったか。よしよし、なんかほんと剣心使ってるみたいだな。剣心使ってただただ HP が高いみたいな。あれ、めっちゃずれてる。これでどうだろう、光の5攻撃し1個で6倍か。まだ火力がどれを消したら何歩出るとかが把握していない。とりあえずここはお邪魔全消しで、うん、多分これ次いけんじゃないかな。火の5攻撃すれば。ただ光も消したいから OKOK。 これで倒しましょう。一回お邪魔は無視しようか。お邪魔消さないでいいか。お邪魔消すとなんか残っちゃいそうなんで。あ、危ねえ、吸収あったのか。そうさ、そうか、玉蔵が吸収されちゃうのか。これレイラン使っちゃおうか。レイラン使って、うわー、これいい感じに組みたいな。一回頑張って組んでみようか。カーリー戦多分55必要になると思うんですよ。なんでそれを踏まえると、ここで頑張っておきたい。あ、無理だ無理だ、これで妥協。でもカーリー戦55いるよね。あいつを削るとなると、いやー、ここはしょうがないな。ちょっと耐久して、剣心がね、バインド食らっちゃうんですよね。なんで次のフロアで剣心にバインド食ると若干嫌だな。おお、結構ダメージ食らってんな。どうしよう、ここ。いや、多分抜けるな。火の棒入れとけば一応できたら回復もしときたい。 OK。うわ、削れないのか。危ねえあれ、これリーダーバインドだっけ。サブバインドじゃなかったかな。なんかサブバインド来たような気がしてたけど。オッケー、いや今危なかったな。ちょっと油断していた。オッケー、次55組めんね。あ、ただ玉蔵で抜けんのか。ゴールデン玉蔵もつけるね。いやー、剣心にはバインド来てほしくない。いいね、癒す玉、癒してくれ。これ玉蔵使っちゃおうか。玉蔵使って盤面調整していこう。こんな感じかな。もう結構待ちになっちゃってんな。 OK。
あぶね、コンボ吸収あるかと思ったけど、次のターンか。やばい、やばい。まずい、これ、ちょ、遅い。あー、ちょっとパズルがひどいな、これ。ちょっと銃撃しにもなってない。いや、もったいないな、今、しっかり組んでおくべきだった。ここで、あれ来るもんね、コンボ吸収。いや、もったいないな。5コンボって地味に難しいんですよね。なんで、今のは本当に組んでおきたかった場面ではある。1、2、3、4、5、落ち込み1個。あー、来ないか。自力6は難しいな。レイダン使って6コンボを頑張ってみよう。ね、どうしましょう。オッケー、これ6コンボなってんじゃない。1、2、3、4、5、オッケー、6。やっぱね、最初に決められたら、最初に決められればね、一番良かったんだけど。ここは結構簡単に抜けんじゃないかな。相手気だし、コンボ吸収もないし。久しぶりに剣心使うからかな。あんまり慣れないっすね。1、2、3、4、5。1、2、3、4。ああ。まだ火の防護を一回も試してないんで、どれぐらい火力出るかやっておきたいんですけどね。オッケー、多分相手火なら光属性で抜けんじゃないかな。とりあえずゴリ押しで持ってきて、どうだろう、これ副属性が頑張ってくれるはず。うわ、いけないか。ちょっとコンボ数が伸びなかったな今。よっしゃー、吸収切れたんでここでいきまーす。回復こんなんでいいか。オッケー、これはいったでしょ。ここは一回色呼び込んでからでいいか。光がもう一個欲しいな。55で消したいんで、削り損ねでね、負けても嫌なんで、ここは一回確実に行こう。お、わー、火消えちゃったか。今度剣心使っていくか。ここで剣心使って、お、いいんじゃないこれ。これ今ね、光55だけどね、火の55の方火力出るんですよね。火の55。ボス戦はそれ使ってやりたいな、カーリー戦。まあ、ボスカーリーじゃないですけどね。光ファガンは緩い。闇ファガンだとね、結構指奪われて嫌だと思うんですよね。パズルがすごい乱れちゃうな、今回。いやー、いかないか。ちょっとコンボ数伸びなかったな、今。ここはレイラン使っちゃおう。レイラン使って確実に5を組んでいけば余裕でしょう。おお、次もいい盤面だね。絶命だなんだけど、玉ドラのスキルで抜こうと思ったんだけど、ここ普通にいい盤面なんで抜いてみようか。抜けなかったら玉ドラのスキル使って、これでどうだ、抜けんのかな。いや、でもいけるか。光属性で頑張ってくれるはず。おお、火か、抜いたの誰だろう。うわー、ソティスか。若干やだな。これ、あ、毒でいいんじゃない。ここ、これで一回どう。うわ、いい。で、剣心使って、あ、
そっちっす、嫌だかなと思ったけど、割と普通に倒せそうだな。これでどんな感じ、吸収はされないんじゃないかな。ただ光の、うわ、火の落ち込む、うわ、水の落ち込む、これはどうだろう、落ち込みがすごい乗っちゃったな。あ、いいね、全然 OK よ。で、火ないのか、ただ火落ちやすくなってるからワンチャンあるな。これで火落ちてくんじゃない?1個ぐらい。お、来そう来そう来そう、来ないか。めちゃめちゃ今来そうだったんだけどな。うわ、すごい、いい、いいね。あれ、そっちです。割と簡単ですね。これで、落ち込んなければいけんじゃないかな。変に落ち込んが暴走しなければ。まあ、玉蔵のね、毒は役に立ったかわかんないんだけど。あー、この子も意外ときついんか。ここで、ガディウスかな。いや、回復しきろうか。しきれるかな、どうだろう。ガディウス使ってもいいな、ここで。使っちゃうか。ガディウス使って、防具を組めればいけるでしょう。この子ね、非軽減してるんでね、貴族性でいくと本当にきついんですよね。まあ、今回貴族性じゃないんですけど。メイメイか。これは多分いけるな。ただ、火5個あればベストだったんだけど、いっぱいないんで、ここで、あわよくば打ち込んでなんかすごいこと起きて勝て。めっちゃずれるな、ドロップ。うわ、いいね。あわよくばあるかな、これ。うん、さすがにないね。さすがにないわ。どうしよう。なんか使いたいスキル。ときまかな、ときまか、レイラン。ときまでいいかな、ときま使って、このターン以内に一回光じゃなくて火をがっつり呼び込んでいきたい。これ、ゴーゴーでいけんのかな?これで火がね、とりあえずいっぱい来てほしいところ。うわ、いっぱい来たね。ただ消えちゃったね。でも54でいけんじゃないかな。火の54で剣心使って、いやー、これ今2面にしたかったな。できたらもうちょい頑張れた気がする。もうただいけましたね。いいね、毒つけられなかった。これ威嚇撃っちゃおうか、威圧。でも5号だけじゃ倒せないと思うんで。ほっ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 。でもこれで半分ぐらいなんじゃないかな、言っても。ああ、いいね、思ったより削れた。で、ここで軽く1回殴ってこう。あわよくば全然倒してもいいんだけど、多分倒せないんじゃないかな。ここ一旦こうして、これいけるんじゃないかな、普通にご攻撃しないで。どうでしょう。まあでもあと一旦あるからね、ここで倒せなくても。よしよしよし。いやー、コンボ吸収か。苦手だな。6コンボだもんね、十字消し入れて。なかなかきついものがありますね。6コンボか。難しい。ちょっと落ち込んだよりにします。多分自力じゃ組めない。1、2、3、4、5。いや、来ないか。今、闇落とせてたな、上にやってれば。
いやーここ結構きついな。隙間が溜まったぞ。ガディウスは打つ。打とう。ガディウス打って、多分5コンボぐらいならね、自力で組めるんですよ。だ6コンボとなると5コンボと6コンボのね、差が意外とでかい。いいんじゃないこれ。1,2,3,4,5。オッケー、落としで6。偶然だけど。いいね。あ、これヘラの先生対策しなくていいのか。何も考えないできちゃったけど。光吸収か。しょうがない。結構いい感じで回復あるんで、ここ回復消さないようにしていけば。闇吸収だったらね、完璧だったんですけどね。回復力はね、どんぐらいあるんだろう。こんな今まで見ないでしょ。ああ、時もありだね、ここで。時も全然ありだ。わあ、しかも回復力もそんなか。で、多分、これ回復間に合うでしょう。斜め、オッケー。斜め、オッケー。斜め、オッケー。おお、いいね。いい感じで量が来たよ。うわぁ、ダメージでけぇ。で、威嚇、でも次、吸収だもんね。ダメージは来ないんですよ。で、吸収で闇吸収来ればベストなんだけど、もし来なかった時考えるとめんどくさいから、やっぱ、トキマかな。で、ここ結構いい感じに盤面あるんだけど、次、ヘラ来たら負けるんですよね。そう考えると全力で回復だな。結構いい盤面だけど、崩しちゃう。これで、多分回復まだ間に合わないかな。これじゃヘラ先生間に合わないでしょう。で、ここでもまだ回復しよう。お、いいね。落としで金入ってる。オッケーオッケー、いい落ち込ん。これでちょっとでも削ってくれると助かる。で、レイランかサリア打ちたいんだけど、これいけるかな、剣心だけで。もしかしたらいけるな。なるべくサリア、レイランは取っておきたい。おい、確実に組んでおきたいな。ここでミスったらもうあれだよ。なんだ、ちょっとわかんないけど。あぶねえ、光つながるとこだった。だ、これじゃ倒せないかな。ちょっとコンボ数が伸びなかった。いけ、いかない。ただ闇吸収で助かった。いやー、これどうしよう。やっぱサリア打つべきかな。ただどうしても取っておきたいんですよね。ボスで陣が悪かった時に調整を効かせたいんで、ここ結構賭けに出よう。いや、今コンボ数しょぼかったな。これでどうだろう。無理かな。落ち込むもんない。よし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 。結構ギリギリだね。全然安定感がない。で、あと、ここね、あんまりソフトタッチで殴りたくないんですよね。コンボ吸収来るんで。ただ、5-5決めんのか。いっちゃうか。ここでいっちゃおう。お、いいね。回復も落として。これでワンパンできなかったら正直しょうがない。結構全力で組んだ感はある。イエス!来たね、カーリー。お前との勝負を待っていた。これに火が10個出てくれて、私が組めれば勝てる。火10個来い!いけー!うわ、めちゃめちゃいい盤面じゃん。うわー、これ組まなかったら怒られるパターンのやつか。めちゃめちゃいい盤面だね、これ。いや、これ組むしかない。
これでミスったら謝ろう。いや、これミスったら本当謝ろう。おぉ、どうよ、どうじゃ、めちゃめちゃいいんじゃない今の。ワンパンいかないの、今のでワンパンいかないんだ。めちゃめちゃよく組めたと思ったんだけど、555で組んでたよね、火の。わ、思ったより軽く出ないな。マジか、今のでいけないんだ。結構ドヤ顔してたんだけどね、画面の向こうで。いや、これちょっと怖いな。抜けないんじゃないこれだと。これ抜けないよね、55だときっと。ちょっとあまりに回復が多すぎる。ガディウス使う？いや、これガディウス使ってもいいな。オッケー、こっちの方が全然盤面いいな、さっきより。どうしましょう。剣心も使っちゃおう。見合ってんな見合ってんな。たださっきより盤面はいい。これ組めれば勝てる。組めなかったらバイバイ。結構いい盤面だね、これ。本当に頑張って組みたい。はい、うまい、はい、うまい。でも割と55で倒せなかったのが衝撃的だな。剣心剣心ならね、余裕のワンパンなんですけどね。はい、という感じでね、今回は玉座を使ってみたって感じなんですけど、正直ね、多分私のパズル力にも問題あるのかもしれないけど、使いづらいっていうのがやっぱ正直ありました。なんで多分もう使わないっす。じゃあ今回はこれで終わります。バイバーイ。